ロシアエレーナ・ソコロワのフリーの演技が始まります。ショートプログラムを終わって順位は7位でしたが、トップのヒューズには 8.24 差、2位の中野ゆかりには 6.40 差、爆発力がある選手だけにまだまだ逆転の可能性もあります。エレーナ・ソコロワのフリーが始まりました。曲は映画ノートルダムドパリ、そしてミュージカルロミオとジュリエットより。最初のコンビネーションジャンプ、回転してませんね。コンビネーションではありませんでした。この人はジャンプのキレが出てくるとものすごい演技をする選手ですがね。3回転3回転をポンポン飛んできますので、はい、飛ばれちゃうと怖い選手ではあるんですが、今のルッツはもう完全に回転してませんでしたので。そして2つ目のジャンプはどうか。ループは本来得意なジャンプですのでね、ループループの3回転3回転もありですが、今日は単独でしたね、はい、3つ目のアクセルは綺麗に決めてきました。佐野さんも若い頃、長野の頃からもご存知だと思うんですが、もうソコロワさんはね綺麗ですからね、恥ずかしい話、私ファンです。はい、そのまたそして溢れるような元気の良さというのも魅力ですね。そうなんですよね。ただ今回ショートの時からなんですけども、ちょっと体のキレが良くないんですよね、うん、その辺がちょっと心配なんですが、トーループからのループ、そしてトーループ、3連発のジャンプが決めましたね、はい、後半に入ってのコンビネーションジャンプ、ここは 1.1 倍されるんでちょっと点数稼げましたね。そしてショートプログラムの時にはちょっとスピンとステップ、なかなか点が伸びませんでしたが、今日のフリーではどうか。前につけているソコロワ、このジャンプは決めてきました。綺麗な高いダブルアクセルでしたね。この後にはショートプログラム終わって8位、日本の浅田舞も控えています。その前にこの実績のあるソコロワの演技、いよいよ終盤。ロシアのエレーナ・ソコロワの演技が終了しました。思いっきりのいいこの人の持ち味のジャンプはなかなか決まりませんでした。この人もただ4年前ですか、転倒して脳震盪、
一時は引退を考えたこともあるというふうな話も聞きましたが、見事にカムバックしてきて今年はトリノオリンピックにも出場しました。これは後半にやった3回連続のコンビネーションですからね、これは点数稼げましたね。さあ、ロシアエレーナ・ソコロワの得点が出ました。まずは技術点 39.91、 そして演技構成点は 45.76 という評価です。ショートプログラム7位からトータル 134.17 で現在トップですが、思ったほど得点は伸びませんでした。